今日は材料2つで作れるふわふわのチョコレートムースを作りました。こんにちは、たまごソムリエのゆかりです。このチャンネルは私の卵愛をたっぷり皆さんにお届けするチャンネルです。いろんな卵料理、そして卵の情報をたくさんシェアしていきたいと思います。はい、ということで今日はですね、材料2つで作れる超濃厚なチョコレートムースを作りたいと思います。皆さん、ムースはお好きですか？もうこれは本当に究極に簡単なレシピで、かつめちゃくちゃ美味しいです。今日はね、チョコレートムースということで、使う材料は卵とチョコレート、このたった2つでございます。今回ゼラチンも使いません。最後に簡単なデコレーションのやり方も一つね、ご紹介したいと思います。最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。はい、本日の材料はこれだけでございます。卵とチョコレートです。チョコレート、今日は、明治さんのブラックチョコレートを用意しました。これは、50g 入ってますね。なんですけど、今回のレシピに関しては卵2個に対して板チョコ1枚というイメージで OK です。ガーナとかだとね、多分もうちょっとね量が多いんですけど、チョコレートのね誤差があっても全然大丈夫なので、板チョコ1枚と卵2個と覚えていただければ大丈夫です。あとブラックチョコレートでもミルクチョコレートでも大丈夫です。ダイエット中の方はカカオが多めのチョコレートをね使っていただけたらと思います。では作っていきます。はい、ではね、今日は包丁も使いません。チョコレートを砕いていきます。はい、まずね、これチョコレートを溶かすんですね。こうね、手でね、ちょっともう熱くて柔らかくなっちゃってる。溶ければ OK です。はい、チョコレートこんな感じにしました。そしたらね、これ湯煎で溶かしていきます。まあ電子レンジで溶かすっていう手もあるんですけど、私は湯煎をおすすめします。はい、こちらボウルです。で、ボウルにお湯、これを乗せて溶かします。で、なるべくこのチョコレート入れる方はアルミとかの方がおすすめです。アルミとかだと熱がねこう早く通るので早く溶けやすいですね。あと注意していただきたいのが、このチョコレート溶かす時にお水が絶対入らないようにしてください。お水入っちゃうとね、分離しちゃうんですよね。はい、もうこんな感じでね、細かく砕かなくても溶けます。こんな感じで溶かしていきます。卵を泡立てる時もそうなんですけど、ボウルに油分とか水分がついてないようにしましょう。卵の場合は卵白が泡立たなくなってしまうので注意してください。はい、こんな感じでね、もう1分ぐらいで簡単に溶けちゃいました。はい、これで OK です。で、チョコレートはねこのまま湯煎のまま置いておきます。卵を白身と黄身に分けます。白身はこっちの大きいボウルに入れます。はい、たまにはちょっとグッズを使って白身と黄身に分けてみようかなと思います。これ100円ショップとかじゃないんですけど、100円ショップでもねこういう類のグッズは売ってます。白身と黄身分けるやつ、これねあるとすごい便利ですね。ではね、ここに黄身をめがけて卵を割ります。パコッと、おお。で、これでピュッと。白身がね、やっぱ新鮮な卵だとなかなか落ちないというね。これじゃあ今日のレシピはね、卵を加熱しないので新鮮な卵を使うようにしてください。ということで、あ、ちょっと崩れてしまった。はい、これも、お、いい感じに取れましたね。もうちょっと白身取りたいかな。いきました。シュッと、おー、今回綺麗にいきましたね。はい、こんな感じで分けます。はい、そしたら白身を泡立てます。で、泡立てる時のポイントは、最初高速で泡立てて、途中から低速で泡立てるようにしてください。で、そうすると泡のキメが細かくなってとても滑らかに仕上がります。はい、こんな感じでね、しっかりと角が立つまで泡立てます。こう裏返してもだれてこないぐらいしっかりと、まあ大体2分ぐらい混ぜてもらえれば大丈夫かなと思います。一
チョコレートを湯煎から外して人肌程度まで温度を落ち着かせます。でそしたらここに電茶こしなど細かい網目のものを乗せて卵黄をここに乗せます。デザートなので辛さとか卵黄の膜が入るとねちょっと舌触りが悪くなってしまうのでこうやってこしながら入れます。でこしながら入れると辛さとか卵黄の膜がね取れるのでとても滑らかで美味しく仕上げるポイントです。茶こしもね100円ショップに売っているのでこれ1個あるとねすごい便利です。こんな感じでね結構ねこの膜がね卵黄にもついてるんでねこれがないだけでもだいぶ違います。こんな感じでねそしたらこれをねよく混ぜ合わせましょう。でそうするとだんだんこうチョコレートが固まってくる感じがあるんですけど気にせずよく混ぜてください。はい、で素早くね混ぜましょう。でこれが混ざったら泡立てた白身を一すくい入れます。で混ぜます。でこの時は本当にお互いの生地をなじませるイメージなのでこう泡を潰さないとかねそういうことはね考えなくて大丈夫です。でよくね混ぜます。でそしたらまた一すくいピッと、ここもちょっとふんわりと混ぜるぐらいで、下から生地をすくい上げるようにふわっと混ぜていきましょう。ふわっと混ぜるんだけどしっかりと混ざるイメージですね。もう空気を取り込むかのように切るようにね混ぜていきます。で最後入れます。これはもうね本当にふんわりと混ぜていきましょう。はい、こんな感じでふわっとした生地になりました。そしたらこれをね容器に流し込みます。はい、そしたら容器にね入れていきたいと思います。はい、こんな感じでね結構タポタポになりました。はい、で冷やす前に軽くちょっとだけ空気を抜いてあげましょう。これを冷蔵庫であとは冷やすだけです。はい、こんな感じでいい感じに固まりました。はい、そしたら最後にねココアパウダーを上からかけます。はい、これで完成です。はい、そしたらストライプ柄のデコレーションの仕方をご紹介したいと思います。はい、これ付箋なんですけどこれ付箋を半分にこう折って一定の太さにしてこれをね置いていきます。これを3本ぐらいかな、はい、作って、はい、こんな感じで並べます。そしたらこの上から粉糖を振りかけます。であとはこれを取ると、はい、こんな感じでしましまのデコレーションを作ることができます。紙何でもいいので紙とかでこうやって太さを調整していろいろやってみてください。はい、出来上がりました。それではいただきたいと思います。ということでいただきます。すごいふわふわです。口の中に入れた瞬間溶けます。生クリーム入ってないんですかっていうぐらいかなり濃厚に出来上がってます。あのメレンゲのねやっぱふわふわ感がもう最高に効いてますね。卵白を泡立てる時なんですけれども、ハンドミキサーがなくて泡立て器で泡立てる時は卵白を冷凍庫で1時間ぐらい冷やしてちょっとシャリッとした感じになってから泡立てると比較的泡立ちが早くなります。ムースって結構泡立てた生クリームに混ぜて作ったりするんですけど、今回全部それをねメレンゲでやっているので甘さもすっきりかつ超ふわふわで濃厚に仕上がってます。今回私はブラックチョコレート使ったんですけど全然それでも甘さ十分だし、卵の生っぽい感じも全く
ありません。お砂糖もなくて生クリームもなくてこんなに美味しくできるのかというぐらいとても美味しく仕上がりました。でダイエット中の方とかはカカオがね高めのチョコレート使っていただけたら、まあ、砂糖も使ってないしかなりおやつにいいんじゃないでしょうか。冷やす時間は3時間ぐらい冷やしてあげるといいかなと思います。はい、ということで今日は材料たった2つで作れる超簡単なチョコレートムースをご紹介しました。お好みのチョコレートでぜひ作ってみてください。この動画では他にもスイーツとか基本の卵料理とか、いろんな卵料理の動画を配信しています。卵にまつわる料理をたくさん楽しめるチャンネルになってますので、ぜひチャンネル登録して楽しんで見てみてください。そして Twitter、インスタでもアップしているのでよかったらそちらもシェアしてください。よろしくお願いします。はい、ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンよろしくお願いします。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。